団の規模は不明。市内に潜伏していた傭兵団赤い星座の可能性高し。マインツの住民に被害が及ばぬよう最大限配慮せよ。第三中隊了解。これより武装集団の開始。まずはトンネルまで抑えよう。歯向かうやつは皆殺しでいいよ。よいかがしますか。そうだな、ここで頑張られてもうざいし、ちょっと遊んでくるよ。フォローはお願い。よう、隊長に続くぞ。さあテスタロスタ、獲物はまだまだ残ってるよ。シャーリーと一緒に目いっぱい楽しんじゃおう。なんたることか。まさかここまで大それたことを一両兵団が引き起こすとは。背後に何者かがいるのは間違いないでしょう。それも通商会議の時と同じく。
エレボニア帝国政府、いや、あえて特定するなら帝国軍情報局ですか。その可能性は高いと言わざるを得ませんね。このクロスベルでも情報局の将校が赤い星座と頻繁に連絡を取り合っていました。こうなってしまっては帝国政府に泣きついてみるしかないんじゃないでしょうか。もしくは共和国政府に頼んで味方になってもらうとか。いや、すでに昼間の時点で帝国政府には問い合わせている。返事は当然ながら身に覚えがないだったがね。そしてこれは私の責任だが、独立提言以来共和国政府にも協力を頼める状況ではなくてね。そんな いえ、決して市長の責任では。いずれにしてもこのままでは自治州政府としても正式な抗議声明を出すしかないだろう。しかし何はともあれ、マインツの住民の安否が気になる。民間の飛行艇に依頼して何とか上空から確認はできました。現時点では略奪などの行為が行われている気配はなさそうです。ですがマインツの住民が人質である状況は変わりません。食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打とう。警備隊の被害はどの程度のものだったかね。人的、物的被害ともに甚大と言わざるを得ません。現在、予備戦力のすべてを山道に展開している状況です。そうか。相手は戦闘のプロだが、あくまでミラで雇われている集団だ。交渉次第ではこれ以上の惨事を食い止められる可能性もあるだろう。警察の諸君には市民の不安を抑えてもらうと同時に、そのあたりの可能性も探ってほしい。了解しました。直ちにギルドとも連絡を取って手を尽くしてみますか。遅いな、課長。あんなことがあったからには無理もないと思うけど。はい、今頃オルキスタワーで今後の対策について話し合われているんでしょうね。政治的にも難しい問題だし。バルドもそうだけど、難しい時期にとんでもないことをしでかしてくれたもんだね。ねえねえみんな、課長が帰ってこないんだったらやっぱりお鍋はやめとく？いや、遅くなったら先に始めてろって言ってたしな。せっかくキーボーが用意してくれたし、俺たちだけでも先にいただいとこうぜ。でもランディさん。鍋のことはともかく、ランディ、無理してないか？こういう時だからこそ俺たちを頼ってくれたら。もちろん頼ってるっての。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れている。今さら古巣が何をしたところでそこまで答えるってことはねえさ。それよりも今は飯を食って休めるうちに休んで、明日に備えるのが先決だろ。それはそうですね。お腹が空いては戦はできないって言いますし。ランディのそういうタフさにはいつも助けられているわね。ですね。まあ今日は湖の方でもとんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。そうだな。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜、
たっぷりある。たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。おう、いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せてお腹いっぱい食べてね。うん、ファイトはお肉とお魚を後で冷ましてあげます。グルルいくのかい？お前か。たく、なんでこんな夜更けに起きてやがるんだっつの。行きつけのバーにちょっと引っ掛けに行っててね。まあ僕はこういう性格だし別に何とも思わないけど、さすがにみんな怒るんじゃない？だろうな。だがこいつは俺の問題だ。おじきやシャーリーは関係ねえ。ましてやロイドたちを巻き込んでいいわけがねえ。俺自身のケリをつけるためにここを出ていく。ただそれだけの話だ。うん、まあいいけど、君といい、バルドといい、男ってのはバカばっかりだよね。どうしてそんな不器用にしか生きられないんだい？ほっとけっつーの。しかしお前、前から聞きたいと思ってたんだが、本当のところどっちなんだ？何を言ってるのかさっぱりわからないね。君のもう一つの推測については当たってるとは思うけど。なるほどな。昔何度かやり合った連中と似た匂いを感じてたんだが、あの娘と初対面っぽかったのも不利だったってわけか。そうなるかな。黙ってくれていたお礼に明日の朝しらばっくれてあげるよ。好きなように暴れてくるといい。ああ、恩に着る。まあ彼が抜けるとちょっと戦力が不安かな。場合によったらアッパスにフォローに回ってもらうか。くそ！蹴りをつけてくる。じゃあな、ランディ。こんな書き置きだけ残して。すっかり昨日の言葉に騙されたな。くそ、エニグマまで置いていくなんて。ランディ、ダメです。周辺の人たちも全然見かけていないみたいで。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。でも一体どこに？蹴りをつけてくるということはマインツ方面でしょうか？
ああ、その可能性が高いだろう。それなら、山道に展開している警備隊からも連絡が。そいつは望み薄だな。課長。ったく、いつも散らかしてるくせに妙に小綺麗にしていきやがって。警備隊にも問い合わせたが、奴の姿は確認されてないそうだ。多分マインツに向かうにしても真っ当なルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元良兵、正規軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。それは少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど良兵の得意分野はないだろうし、追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや、え、多分ランディも夜のうちにはマインツ方面には行ってないと思う。ひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。え、どうしてわかるんですか？簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかしようとしているなら、今のあいつの獲物スタンハルバードだけで何とかなると思うか？あ、確かにどう考えても無理がありますね。てことは奴が良兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけか。はい、経歴から考えてかなりの火力の重火器あたりに通じていてもおかしくありません。それらを市内で調達するのは決して不可能ではありませんし、昔の獲物をどこかに保管していた可能性もあります。なるほどな。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所を回ってみれば、ランディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか？いや、さすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない、聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら市内のどこが怪しいのかな？そうだな、やはり旧市街周辺が一番怪しいかもしれない。交換屋のアシュリーさんは裏で武器も扱ってるし、ギヨーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさんしょっちゅう遊びに行ってたみたいですし。そうね、それに確かランディがクロスベルに来た時以来の知り合いじゃなかったかしら。フフ、奴も災難なこった。うまく巻いたつもりがお前らにかかりゃあっという間に尻尾をつかまれちまうんだからな。確かに当然です。こんな勝手リーダーとしても許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。ランディ大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはツァイトと一緒にお留守番をしていてください。うん、ロイドたちもくれぐれも気をつけてね。さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど、
とりあえず市外に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし、多分昨日の事件の影響で本部も混乱してるんでしょうね。警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。ごめんなさい、あなたの立場からしたら人事じゃないわよね。いえ、そうした危険も私たちの職分ですから。それに今はあくまで特務支援課の一員です。行きましょう、ランディ先輩を捕まえに。ああ。おや、さすがというか早速たどり着いたかい。ということはやはりランディはこちらに。ああ、昨日の夜に連絡があって朝早くブツを受け取って行ったよ。あんたらが訪ねてきたらシラを切ってほしいと頼まれたが、そこまでの義理はないしね。確かに。それで結局ランディは何を注文したんですか。やはり動力式のライフルとか。いや、そんな真っ当な代物じゃなかったね。炸裂弾やら鉄鋼弾、グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで。店にあった在庫を洗いざらい買い占めていったよ。それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。なるほど、さすがに用意周到だな。ええ、無登録のエニグマではこちらも番号が分かりませんし。でも重火器の本体は購入していかなかったんですか。ああ、うちもそれなりに強力な動力式火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったんですか。当たり前だろ、こちとら情報が命だからね。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみたいだが、オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物どもだ。半端な元両兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために俺たちがいるつもりです。さっきからずっとこの調子でね。挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ、あの若造がくたばろうが私の知ったこっちゃないが、お得意様が減ってもつまらない。せいぜい助けてやるんだね。情報ありがとうございました。おう、お前ら、ランディのやつ一体どうしやがったんだ。なんか尋常じゃねえもんの整備を頼まれたんだが。やっぱりそうですか。今朝のことですよね。ああ、5時くらいにいきなり店を訪ねてきてな。ちょうど徹夜明けだったから勢いで引き受けちまったが。それで尋常じゃないものとは。やっぱり重火器の類でしょうか。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだがな。しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットやらを一通り整備してやったが、ありゃ組み立てたらとんでもねえ化け物になると思うぜ。察するにランディが使ってた特注の動力ライフルあたりかな。ああ、間違いないだろう。ギヨームさん、情報ありがとうございました。ああ、いいってことよ。事情は知らんが、随分と思い詰めた顔をしてやがった。仲間のお前たちができる限り力になってやんな。
はい。了解です。これは皆さん、もしやランディの件でいらっしゃったんですか？はい、やはり彼はこちらに。ええ、夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらくここで飲んでから帰っていきましたが、どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それでその後どこかに行くとか言ってなかったかい？やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただどうも飲んでいる最中、いつも以上に減らず口が多くて、おまけに帰り際あるものを私から引き取っていったんです。あるものですか？ええ、ずいぶん重いトランクで、中身は私も存じません。2年前ランディがこの町に来たばかりの時に預かったんです。俺が死んだらジャンク屋あたりにばらして売り払ってくれと言って。そんな、ランディ先輩らしくなさすぎですやつの経歴については私もある程度は存じています。ですが過去にどんなことがあったのかまでは知りません。それを知ってやつの力になれるのはおそらく皆さんだけでしょう。オーナー。はい、そうありたいと思います。昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみよう。多分この順番だな。おそらく最初にドレイクオーナーに預けていたトランクを受け取ったんだろう。そのトランクに入っていたのはランディの両兵時代の獲物。多分かなりの攻撃力を誇る動力ライフルじゃないかと思う。普通そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったため、ランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらった。うん、間違いないと思う。武装の整備は戦場での生死を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋によっていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルなのかな。ラインホルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の両兵たちも見たことのない巨大なライフルを使っていたからな。よし、これで大体ランディの状況はつかめたけど、最後にランディさんが交換屋を訪れたのが今朝の6時過ぎ。現在10時くらいですから4時間近くも経っていますね。今から先輩の足に追いつくのはかなり難しそうですけど。いや、ランディだっていくらたくても限度があるはずだ。赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。まあ玉砕覚悟で特攻するつもりじゃなければそのあたりが妥当だろうね。いずれにしてももうそんなに余裕がないわ。ああ、こうなったらダメ元でマインツ方面に行くしか。まさか、ランディさんから。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。いやロイドさんどうやら別の誰かと勘違いさせてしまったようですね。その声はどうしてこの番号が言ったでしょう、
ロイドさんたちのファンだと。タイムズ百貨店、お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、今の通信は一体誰だったの？ヘイユへのツァオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。こんな時に一体何のつもりだい？わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に夜だけ寄ってみよう。わかったわ。とにかく急ぎましょう。急いで来ていただいたようで何よりです。ザオさん、一人で大丈夫なんですか？ラウさんでしたか。いつもいる護衛の方は？少々忙しくなったので、いろいろと手配してもらっています。それにあの物騒な方々が町からいなくなりましたからね。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。相変わらずうさんくさいです。平湯駅っての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていただきます。実は昨夜インドのから突然連絡がありましてね。我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。あ、それは。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、相当かたくなな様子でほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに何の関係が？昨日エルム湖南岸で一体何があったんですか？ひょっとして。僕たちが一緒だったのはすでに掴んでいるみたいだね。そして遊撃士協会と蛇の者たちが現れたということくらいまでは。一体インドのに何が起きたというのですか？あなたに話す義理はないと思いますが。ということはやはり彼女に何かがあったのですね。ダメだエリー、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を。やれやれ、なかなか悪辣だね。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で気と体型を変化させていたといったところでしょうか。それだけの身体能力があればステージでの活躍も納得ですね。いや、どうも気になったので前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんですよ。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが公演の日などと一致しまして。いやはや皆さんのおかげでようやく確信が持てました。彼女をどうするつもりなんですか？今のところ特には。まあ正体を知ったのが私だけなら脅しという手も考えられたんですが、ギルド関係者もいた以上ここで皆さんの口を封じるわけにもいきませんし。冗談きついね。話がそれだけなら急いでいるので失礼しますよ。まあそう言わずに、今の情報のお礼に耳寄りな話を提供しましょう。ランディさんですが、
3時間ほど前、マインツ山道のとある地点を訪れたそうです。本当ですか？赤い星座の動向については専門の監視班を持っていましてね。その監視班からの連絡です。なるほど。それでその地点というのは？現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡を諦めたそうですが。ロイド。ああ、この上もない情報だ。サオさん、情報感謝します。あなた方が頑張ればこちらの利にもなりますし、まあランディさんともども死なないように気をつけてください。強いですよ彼らは。わかりました。よし、エニグマで課長に連絡してすぐにマインツ山道へ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。あんな青臭さもたまには悪くはありませんね。さてと、ここが正念場ですか。どうやらこちらも全力を出す必要がありそうです。滝の手前の高台、あそこか。サオさんの情報通りみたいですね。行ってみましょう。やっぱりこの場所から崖の下に降りたみたいだね。しかし一体何があるのかな。ザイルは岩場の狭間に降りているみたいですけど。とにかく俺たちも降りてみるしかないだろう。よし、みんな準備はいいか？オッケーです。こちらも問題ありません。同じく。行きましょう、ランディを捕まえないと。よし、みんな注意してザイルを降りていってくれ。この場所はどうやら大昔の行動に通じている縦穴みたいね。もしかしたら前に閉じ込められた急鉱山方面に通じているのかも。地図の位置を見る限りその可能性は高そうだな。もし急鉱山まで行ければ両兵の防衛ラインの反対側に出ることが可能になる。彼が奇襲を仕掛けるとしたら絶好のポイントかもしれないね。アクセス。すでにランディさんはこの先を通過していると思います。ですがそれほど複雑な行動ではなさそうです。あまり迷うことなく進んでいけるのではないかと。そうか。よし、なんとかランディに追いつこう。ええ、了解です。アロンジ。見かけた。挟み込まれた。来る。恐ろしく手強かったな。どうやら軍用犬と同じように訓練された魔獣みたいだけど。ええ、犬科じゃなくて猫科みたいだったけど。やっぱり赤い星座が。多分
両兵団が軍用魔獣を使役するのはよくあることだと聞きますし。さすがにマフィアの軍用犬とは格が違うみたいだったけどね。ええ、生意気にも挟み撃ちにしてきましたし。でもあのミンネスという男が今のを使っていたとなると、ひょっとしたら赤い星座とも関わりがあるかもしれないわね。ああ、御用商人か資金調達係、そんなところかもしれない。とりあえずなんとか撃退できてよかった。終点も近そうだし、このまま先を急ごう。はい。ここは急鉱山の入り口近くか。よかった、無事たどり着けたわね。ですが、ランディ先輩はどこに？まだ仕掛けてないんなら合流できそうだけど。出口の外から爆薬の使用音、銃撃戦の音も聞こえます。ランディ、くっ、俺たちも出るぞ。イエスさん、間に合うかな。まさかランドルフ隊長か。散開しろ、一箇所にとどまるな。遅い。飲まれるな、波状攻撃で仕留めろ。すごい。圧倒的ね。とんでもないです。あれがランディ先輩の本当の戦闘能力。やれやれ、こりゃ火星は必要なかったかな。いや、ちょっとヤバそうだね。何？絶好調だね、ランディに。シャーリーか。ランディ兄はそうじゃなくちゃ。シャーリーの好みとは違うけど、かっこいいよ。抜かせ、小娘。てめえみたいな人食い取らねえぞ。お断りだっつう。釣れないな。でもせっかくだから、もう少し楽しませてもらうよ。でもやっぱブランクだよね。そろそろ限界なんじゃない？テスタロスさん、完全に使いこなしやがったか。ランディ兄に教わってた頃のシャーリーじゃないんだってば。わかんないかな、そこんとこ。いっちゃえ。今のランディニーくらいじゃやっぱり満足できないな。まあいっか、とっておきの遊び相手はちゃんと見つけてるし。てめえやランディニーはしばらくパパのところでリハビリすればいいよ。
顔を取り戻せばすぐに刀身の座を告げるからさ。でもまあ今回のところは腕一本くらいはもらっとこうかな。ランディ、おっと、それじゃあサクッと口直しでも。うわロイド。お兄さん見かけによらず思い切りがいいじゃない。シャーリーみたいな小娘にえげつない連携攻撃なんてね。手加減できる相手じゃないのは見ててわかったからな。君には危険度 S の手配魔獣に対処するノリで当たらせてもらう。正解。ダメだ、離れろ。いくらお前のトンファーでも防御しきれるわけが。ま、当然そうだよね。はっ、やれやれ、今ので転ばせられないのか。隊長、シャーリー様。お前ら。オッケーオッケー。そんなにシャーリーと遊びたいなら少しだけ相手をしてあげるよ。ちょっとは楽しませてよね。来るぞ。全力で迎撃します。